ゼルダの伝説1、1994年2月19日発売。アクション RPG の金字塔で、今でも続編が発売されるほど、大人気となった作品。内容は見下ろし型のアクション RPG で、剣や盾、魔法そして弓矢など、サブウェポンを使いこなして、8つの世界を回り、トライフォースを元に戻してガノンを倒します。最近でいうオープンワールド的なゲームで、好きなところへ行けます。フィールドの敵は、しっかりと動きを見ないと勝てず、盾を持っている敵に、魔法を打ちまくって弾切れして、万事休すはよくあります。体力はハートの器を探すのですが、これも考えないと、出現させられないので苦労しました。それでも仕掛けが多くて、難しい仕掛けほどクリアできた時の、爽快感はすごいものがあります。裏ゼルダなるものもあるのですが、こっちはもっと難しいです。頭をフル回転したい、アクションゲームファンなら、楽しめると思います。このゲームを初めて見た記憶がまだ残っていて、あれは友達の家でのことでした。当時自分はディスクシステムは、持っていなかったのですが、友達が持っていて、遊びに行った時にプレイしていました。その記憶はあるのですが、どの友達だったのかが思い出せないんですわら。あれ誰だったのかなぁ。当時は攻略本もありましたが、何も見ずにプレイしていたので、今では壁にひびが入っていたりと、ヒントがあるのですが、この作品はなかったので、隠し通路や扉を見つけるためには、ひたすら試していくしかなかったですが、今思うとそれも面白かったなぁ。スイッチのゼルダをプレイしていて思うのですが、基本はこの頃と変わっていませんね。マリオの森、1994年2月19日発売。任天堂がファミコンでの優秀の美を飾るべく出したソフトです。内容は、あのマリオ兄弟のライバル、マリオが支配する森で、ピノキオを操作して全90面をクリアする、見下ろし型のアクションパズルです。とにかく敵が多く出て、おまけにそれぞれ倒し方が違うので、爆弾を揃えないといけないのに、ぶっかり敵を持ち上げてしまって、連鎖が止まるばかりか、モンスターを3体集めてしまい、画面がモンスターだらけになって、頭を抱えた記憶が鮮明に残っています。しかし、ルールさえ覚えれば、この複雑さが癖になるという、変態も多く出現しました。マリオ信者は当然ですが、変わったゲームが大好きなら、気軽に長く楽しめる一本だと思います。個人的にワリオの作品で一番好きなのは、メイドインワリオです。あの単純なやつがハマるんですよね。ファイナルファンタジー1、2、1994年2月27日発売。ファイナルファンタジーの1と2を、一本のゲームとして発売した作品。まずはファイナルファンタジーから、解説します。ドラクエと並ぶ日本の2大 RPG の一翼。その1作目となる本作は、当時小さなゲームメーカーの一つだった、スクウェアからひっそりと発売されました。アクションやシューティングがメインだった同社からはポツポツと RPG も出ていましたが、どれも大ヒットとまではいきませんでしたが、本作はパッケージに天野義高氏を起用し、これまでのコミカルな雰囲気とは異なった壮大な雰囲気を醸し出していました。ドラクエの成功から日本でも RPG が
成功できると思い、しかし差別化を図るため、徹底的に逆をついたシステムで、ドラクエよりも先にジョブ制と、パーティービルドの仕組みを入れ、戦闘は敵味方の見えるサイドビュー、そして魔法は回数制という徹底ぶりです。本作は大ヒットとなり、スクエアは、小さなゲームメーカーから一躍、エニックスと張り合う RPG の、パイオニアとなることとなりました。ストーリーは、4つのクリスタルの導きによって、集まった4人の勇者が、世界を救う冒険に出発します。選択できるジョブは6つしかないですが、それぞれの特徴がはっきりしていて、クラスチェンジ後も、グラフィックが変わるのが、当時では珍しく、いろいろ試して遊んでいました。船や飛行船などの乗り物で旅をしたり、クリスタルの輝きを取り戻すために、4つのカオスを探して倒したりと、1作目からイベントがたくさんあって、今でも十分通用する内容だと思います。ストーリーもしっかり作られていて、何度もジョブを変えてプレイしましたが、エンディングを見るたびに泣いてましたね。ファイナルファンタジー2、美麗なグラフィックと、緻密なシステムで人気を博した、前作に引き続きの本作ですが、世界観、システムどもに大きく変わっており、共通点はアイテムと魔法、モンスターの名前とグラフィックぐらいなものでした。ジョブとレベルを配して戦闘中に言った、行動によって成長するものが変わる、ある意味リアルな熟練度システムと、前作と異なって各キャラクターに、詳細な設定が添えられて繰り広げられる、映画のようなストーリー展開。そのストーリーも悪の魔王を討伐する、前作とは異なり、強大な帝国を倒す、若者の冒険というリアリティのあるもの、未だドラクエとは並びきれない同社の、挑戦的な意欲がよく見られる作品です。もちろんシステム的にはまだまだ粗が多く、シリーズで同システムが使われることはなくなり、このシステムは同社のサガシリーズで、運用されることになりましたが、そちらの成果も含めて、評価されるべき作品と言えるでしょう。J リーグ、スーパートッププレイヤー。1994年4月22日発売。デイパックのおかげで、家でも J リーグを開幕できるということで、サッカー小僧たちは大喜びしました。基本各チームのカードのバーコードを、読み込んで戦います。なぜかお茶漬けのバーコードでも、反応するのは面白かったです。読み込んだら、トップビューの画面で、試合が始まります。内容は基本的なサッカーゲームで、ストーリーにあたるリーグ戦は、3回戦いすべて勝つとリーグ優勝です。とにかくキーパーの性能が鬼のように高く、ロングボールに変化をかけて、弱点を探るのが熱かったです。当時の J リーグを構成していたチームや、選手が見られるので、サッカーファンとしては資料としても、使えるかもしれません。タチスロアドベンチャーさん、ビタオC7剣山。1994年5月13日発売。タチスロアドベンチャーシリーズの第3弾。話題のタチスロ店のインカムがオープン。そのタチスロ店は下手くそな人はお断り。店に来るのは自由だけど、絶対に負けるよ、というすごい店。そんな店に挑むべく完成した、タチスロの専用ロボットである、ビタオC7の実力を試すため、店に送り込むというストーリー。
パチスロはリーチ目がわからないため、難しいのですが、稼いだお金を博士に送金することで、アイテムを作ってもらえます。リーチ目を出せるパーツもあるため、そこまでは頑張る必要があります。スロットゲームなのに、ボス戦もアリボス戦に関しては、目押しがガチなので、適当に押していても揃いません。この手のゲームって、ついつい夢中になってしまいますよね。Jリーグウイニングボール。1994年5月27日発売。ファミコンでの最後のサッカーゲーム。当時は J リーグの人気がすごくて、テレビでもよくサッカー中継をやっていましたよね。各チームのアイドル的な選手もいて、アルシンドやジーコ、リネカー、アート、ラモス等、いろいろな選手が活躍していました。結構テレビ CM にも出ていましたよね。そんなブームの中で発売されましたが、ユーザーはスーファミに移っており、このゲームを知らない人も多いのではないでしょうか。ゲームとしては、オーソドックスなサッカーゲームで、スピード感があるのでゲーム展開が早いです。個人的な感覚ですが、ちょっとパス回しが難しいですね。ドリブルで強引に行った方が、良いような気がします。CPU が結構強いので慣れるまでは、ゴールを決めるのも難しいかも。高橋名人の冒険島4。1994年6月24日発売。ワンダーボーイのキャラクター差し替えの結果。原始人ルックで石尾の片手に、恐竜に乗る羽目になってしまった。ハドソンの広告塔である高橋名人最後の冒険は、これまでと大きく異なり、ゲーム初心者向けの難易度をだいぶ下げた、アクションゲームとなっています。今度は恋人のティナではなく、さらわれた恐竜たちを救うため、ナスビ魔王と対決します。余談ですが、本作は任天堂が許可を出した公認ソフトとして、最後のファミコンソフトとなります。ゲームとしての出来は、これまでの集大成と言える、クオリティの高いものでしたが、すでにセガサターンや、プレイステーションが出だした時代、ファミコンソフトの需要は、決して高くなかったのが残念です。当時自分もこの作品は知らなくて、スーファミの高橋名人の大冒険島で、楽しく遊んでいました。ファミコン末期の頃は、クオリティの高い作品が多いのですが、スーファミに夢中で、全く興味がなかった、って人も多かったと思います。なので渦漏れてしまっている名作が、数多く存在しています。しかできないプレイをしない。